こんにちは。今回のご紹介なんですが、こちら、もうすでに見たことある方もいらっしゃると思うんですけれども、7T マイからリリースされております、ダッシュカムオムニ、こちらのご紹介を今日はいたします。こちらは非常にユニークなドライブレコーダーでして、今回私の動画では、主にどういった作動をするのか、その辺がすごく興味があるところだと思いますので、その機能についてできる限りご紹介をしていきたいと思います。で、まずなんですけれども、こちらのディスプレイ見ていただきますと、クマみたいな絵が描いてあるんですけれども、これは非常にウケるデザインになっていまして、私も娘が2人いるんですが、すごくこれ、子供にとっても定評がいいものになっていて、非常に可愛いねと言われるものになっております。また女性にとっても非常にこの見た目がすごくいいものになっていると思いますので、デザイン性が非常にウケるドライブレコーダーでいうことがまず外観から撮って見れるんじゃないかと思います。もう一つの特徴は駐車監視にあります。今、パワーボタンをオフにいたします。そうしますと、このドライブレコーダーのカメラの動きをご覧いただければと思うんですけれども、今、駐車監視になります。低速度撮影モードに入ろうとしています。そうしますと、ワンカメなんですけれども、先ほど前に向いていたカメラが後ろに向くようになります。で、これは私が今、後ろに設定してあるんですけれども、左とか右とか、もちろん前でも、自分の好きなアングルに設定することが可能であるということになります。ここもかなりユニークな機能になっているかと思います。で、もう一度こちらの方なんですけれども、パワーボタンをオンにします。はい、そうしますとまた立ち上がるようになって、前を映し出すと。いうことができるようになっております。で、こちらの本体の機能をまず簡単にご紹介していくと、ボタンが横についております。で、このボタンを押すことによって、このスクリーンを消したりつけたりすることができて、今ついている状態ですと、ここカーソルがあるんですけれども、Wi-Fi のオンオフだったり、あとは音声を収録するかどうかとか、こういった機能というものがついております。基本的には、これ自体はアプリで設定するようになりますので、アプリの画面で詳細設定をご紹介していきたいと思います。で、Wi-Fi の方は入れます。アプリの方なんですが、今回 AirBox を使って当チャンネルではご紹介します。で、これがアプリなんですけど、これは子供も引きつけるような可愛いクマさんの絵が入っているアプリになっています。で、ここを開きます。で、その場合、ちゃんと Wi-Fi がつながっているかどうかの確認をする必要がありまして、7T マイというところ、ここがありますので、ここに接続を事前にする必要というのがあります。で、接続済みとなりましたらば、もう一度アプリに飛んでいただいて、ここの部分を押します。そうしますと、デバイス設定というところがありますので、ここのところを押します。そうすると、デバイス設定項目が、かなり多く出ているんですけれども、当チャンネルではダッシュカムオムニの注目できる機能についてのご紹介をしていきたいと思います。記録解像度とフレームレートというところは、今これは 1080p の 30fps なんですけれど、もう一つあって、60fps というものも選べます。両方ともにフル HD という設定となっております。で、先ほど冒頭でご紹介した駐車監視の話なんですけども、それがここになりまして、駐車中の位置検出っていうところになります。ここの画面で設定ができるようになっていて、後ろ向きに設定することによって、駐車監視になった時にカメラの向きがぐるっと180度変わるようになります。で、特にこのドライブレコーダーで着目すべきポイントっていうのは2つありまして、この駐車監視の項目と、もう一つは ADAS になります。その辺を今回集中的にお話ししていこうと思うんですけど、まずはこちらの駐車監視です。で、駐車監視なんですが、衝突検知、動作を検出、それから監視灯の効果、タイムラプスというこの4つの項目があって、簡単に言ってしまうと、これ衝突検知、これがモーション検知、で、これが駐車監視を行っているときに LED のライトが点滅するんですけれども、それのオンオフ、それからタイムラプスということになっています。で、これ今全部有効にしてるんですけど、有効にした状態だったらどうなるのかっていうところからまず始めていきたいと思います。デバイス設定は全ての項目を有効にしていて、衝突検知だけを高感度に設定した状態でタイムラプスの駐車監視の作動を見てみたいと思います。一度電源を切ります。低速度撮影モードに入ろうとしています。はい、そうしますとカメラが後ろを向いて、車内の方を映すようになります。これは私が設定している状況ですと、この設定にしてるんで、カメラがこちらを向いているということになります。で、この状況からすでにもう作動するように私は設定してるんですけれども、例えば衝撃検知。はい。今衝撃を指で加えたんですけれども、そうしますと、動き出しているのがお分かりいただけると思います。また、ここの部分なんですが、LED の照明が点灯しているのがお分かりいただけるんではないかと思います。こういった形で今、タイムラプスも収録しつつ、衝撃が入った時に、このような形で衝撃検知機能が働いて動画の収録を行うという機能がついております。これはワンカメでここまでできるっていうのはかなり画期的な機能なんではないかということが大きな注目ポイントとなっているということになります。で、この状態からまたパワーボタンを入れます。駐車中に異常なイベントを検出しました。駐車監視ビデオはドライブレコーダーアルバムで見ることができます。はい、このような状態でしっかりと親切にアナウンスもしてくれるということになりますので、非常に分かりやすいということになります。で、この作動は衝撃検知のみ、タイムラプスを入れてなくて衝撃検知という状態でも同じ作動をしてくれるということになっております。次なんですけれども、このタイムラプスはオフ。それから、この衝撃検知もオフと。で、このモーション検知がすごく気になるところでもありますので、ここのところを次、作動をご紹介していこうと思います。で、こちらは、検知の感度は4段階で設定ができるようになっていて、一番高い感度に設定していきたいと思います。この状態でどういう形で作動するのかということをお見せしていきたいと思います。それではエンジンの方を切ります。駐車監視モードに入ります。で、同じ要領でカメラが後ろを向きます。もうこの状態で駐車監視に入っているといった状態になります。で、これモーション検知になってますので、当然何か動きが検出された場合というのは、駐車監視を実行するはずだということなんですが、はい。なぜか、これ、モーション検知というのが効かなくなってます。で、これは、私のこのサンプル品だけがそうじゃなくて、私のラブンチャンネルの編集長も、これ、同じものをレビューしてるんですけれども、やはり、モーション検知が効かないと、いうことを言っていたので、モーション検知が効かないと、いうことで、皆様にお伝えすることができます。はい、このように駐車監視に何か収録されたらアナウンスが流れるはずなんですけれども、アナウンスも全然流れていないので、おそらく収録されていないということになるかと思います。で、先ほどの駐車監視なんですけれども、タイムラプスと衝撃検知がどのような形で収録されるのかっていうのをご紹介していきたいと思います。で、まずは衝撃が加わった時。どうなるかっていうことなんですけど、それがこれになります。はい、今もう衝撃を加えて、で、先ほどこう首振りをするシーンっていうのが見えたと思うんですけれども、このように全周なぞるような形で動画の方を同時に収録をするということで、ワンカメなんですけれども、360度全方位収録ができるというところが、このダッシュカムオムニの注目ポイントになっております。もう一つ、タイムラプスももちろんできますので、そちらもご紹介するんですけれども、でこれタイムラプスなんですけど、カメラ自体は後ろに向けて車内カメラとしてタイムラプスを撮っています。で今これ光ってるんですけれども、MaxWin のデジタルミラードラレコもつけてますので、前後カメラがついていて、また車内カメラもついているということなので、実質3カメで駐車監視を行っているということなので、このようにサブ機としても使える有効的なドライブレコーダーということが皆様にお伝えできるかと思います。もちろん駐車監視時、前方を収録することもできます。はい、こちらが今、前方での、私が今スシローに入って駐車監視を焚いている時の映像なんですけれども、このように前方を駐車監視するということも設定でもちろん可能となっておりますので、自分の向けたい場所にカメラを設置することができるというところが、このダッシュカムオムニの大きな注目ポイントとなっているということを皆様にお伝えすることができるかと思います。続いて注目すべき機能は、走行時の ADAS 機能になります。それがここになるんですけれども、このように ADAS 機能を有効にするということができまして、そのためにはこれ構成する必要っていうのがあるんですけど、このようにキャリブレーションかけます。ADASが構成処理が開始しました。時速 40km 以上の速度を維持してください。でこれ実際走ると構成が処理終わりましたっていうところから ADAS 機能っていうのが使えるようになります。で、ADAS の警告またはプロンプトっていうところを開いていただくと、ここに5つの項目があります。で、1つずつご紹介していくと、1つ目が車両前方の動きアラート、2つ目が車線逸脱機能。でこちらは車両が車線から逸脱し、時速55キロ以上で走行すると、音声アラートが出ます。で、車両前方の動きが検出されました。はい。それから歩行者衝突。歩行者にご注意ください。ライダーの衝突警告というものがありまして、トータルで5つの項目の ADAS 警告機能というものがついておりまして、こちらの機能が働きつつ動画も収録してくれるという機能になっております。最後に走行時の収録動画のご紹介をして締めにしたいと思います。まずは昼間。でこちらは昼間の収録動画になるんですけれども、この70マイの収録動画なんですが、先ほどもご紹介した通りで、1080p のフル HD ということで、フレームレートが 30fps となっております。これ非常にアクションカメラにも勝るぐらいの高解像度になっていて、非常に綺麗に収録ができているのがお分かりいただけるんではないかと思います。私もこれ初めて使った時は非常に綺麗に収録してくれて、単なるドライブレコーダーの収録動画としてだともったいないなって思うぐらい、非常に綺麗な高画質で高精細な動画になっているんではないかということを皆様にお伝えすることができるかと思います。夕方、夜の動画になります。こちらを見ていただきますと、注目ポイントとしてはナンバープレートになるんですけれども、ヘッドライトを照らしていると白光が気になるドライブレコーダーがあって、前方車両のナンバー認識もできないドライブレコーダーもあったりするんですが、このドライブレコーダーはしっかりと HDR 機能というものもついておりまして、ナンバープレートによる収録で白光、それから黒つぶれ、そういったものも少なく、非常に全体的に高画質で高精細な動画の収録をしてくれるドライブレコーダーであるということを皆様にご紹介することができるかと思います。はい、最後までご覧いただきましてありがとうございました。今回はこちらの 7T 前のダッシュカムオムニ、こちらは 32GB の一番エントリーモデルになるんですが、こちらのご紹介をさせていただきました。で、こちらのモデルは内蔵メモリータイプになっていて、32、それから64、で128という3つのラインナップで構成されておりますので、収録動画が結構多くなりがちだという方は、128GB を購入されることをお勧めしたいと思います。で、また私実際使ってみて思ったのが、やはり駐車監視ですね、すごく補助器として使えるアイテムなのかなと思いました。2カメのデジタルミラードライブレコーダーをお持ちで、補助器として車内カメラも増設したいよという方にとっては、今回のこのダッシュカムオムニは非常にいいかと思いますし、機能性のみならず、見た目においても女性の方、また子供さんにとっても非常に喜ばれるアイテムということが言えるかと思いますので、ぜひ興味のある方は概要欄の方をご覧になっていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。